ウォーナンブールはオーストラリア大陸南東部、ビクトリア州の南西地域の拠点の町で、リゾート地でもある。かつて、港湾都市だった。町の人口は 29,284 人だが、地方公共団体としてのウォーナンブール市の人口は 32,029 人である。ウォーナンブールは、オーストラリアの主要幹線道路、プリンセスハイウェイにあり、西のポートフェアリー、東のテラングの間にある。風光明媚で観光客が好むグレートオーシャンロードの西端近くでもあり、グレートオーシャンロードの最大の町なので、地元ではグレートオーシャンロードの首都と称している。また、ホプキンスハイウェイ南西側の終点でもある。ビクトリア州都のメルボルンからは 263km 南西にある。ウォーナンブルとはアボリジニの言葉で2つの湿地を意味する。この地をウォーナンブールと命名したのは、アボリジニが近くの河口球をウォーナンブールと呼んでいたことに由来している。最初にウォーナンブールを発見したヨーロッパ人は誰だろうか。有名なマホガニー線伝説が絡んでいる。1836年、地元のアザラシ漁師がウォーナンブール近辺の浜辺で木製マホガニー線の壊れた船体を発見した。この船は1522年に近辺で遭難したポルトガル人クリストボ・ド・メンドンサの船だという説、1756年頃沈没したスペイン船という説、それにフランス船、中国船という諸説がある。壊れたマホガニー製の木製船体は1880年頃までは確認されていたが、年月とともに木片が砂に覆われ、船体は消え、その後断片しか見つかっていない。それで、現在、船の由来を検証するに足る十分な物的証拠がない。この船は、ポルトガル人がヨーロッパ人として初めてオーストラリアに到着したことを示す証拠だとする主張があるので、しばしば注目を集めてきたのである。松田誠、ビクトリア州の西地域にアボリジニが住んでいた。記録によると、1940年代には約3500人に上った。ウォーナンブールの地形や地物を最初に記録したのは、1800年12月、英国人のジェームズ・グラント中尉である。英国の探検船、レディ・ネルソン号で、この地の沿岸を航海し、いくつかの地形や地物に命名した。その後、1802年、英国人探検家のマシュー・フリンダース。1830年代には、アザラシ漁師。捕鯨漁師たちは頻繁にこの地に来ていたが定住していなかった。1836年、スコットランド生まれの探検家、トーマス・ミッチェルが彼の3回目の探検で、ビクトリア州の南西地域に定住可能な土地があることを発見し、1830年代後半に最初の定住者がこの地に移動してきた。初期はホップキンス川の西側を、ボールデン家が東側を、アラン家が占めた。その後、トーマス・マニフォールドなどの有力な牧場主が続き、この地を発展させた。1846年に土地の測量をがなされ、1847年に土地区画制度であるタウンシップ制が敷かれた。1848年に郵便局が開設され、町が形成されていった。1840年代のウォーナンブールは、縦4列。横8列の5番状の道路から構成され、ラバーストリート、ジャパンストリート、メリーストリート、ヘンナストリートに囲まれた地域だった。町の大通りはフェアリーストリートだった。ウォーナンブール港1851年から1860年代にビクトリア州で起こったゴールドラッシュ、つまりビクトリア州ゴールドラッシュの時、近くのポートフェアリー港が個人所有であったために、ウォーナンブール港が重要な港になり、ウォーナンブールは1855年に自治体を形成し、1863年にバラ、1883年にタウン、1918年に地方公共団体としての市地となった。現在のウォーナンブール中心業務地区の大通りはリービッヒ通りである。なお、ウォーナンブール中心業務地区は、ラウンドアバウトが多いので有名である。南側はバス海峡を望む美しい砂浜がある。ウォーナンブールはメルボルンやシドニーと同じ東部標準時を採用している。日本とは1時間の時差がある。さらに、11月から3月は夏時間制度が採用されていて、標準時を1時間進める。ウォーナンブールは、ビクトリア州西部の最大の港湾都市で、グレートオーシャンロードの眺望の良さもあり、毎年約70万人の訪問客がある。観光用の宿泊施設として、ホテル・モーテル・コンドミニアムは33件で、内訳は5から14室が12件、15室以上が21件で、ある。15室以上の21件は、ホテルが1件、モーテルが16件、コンドミニアムが4件である。キャラバンパークは6件、ホリデーフラットが0件、ホステルが1件がある。パート・オブ・コもウォーナンブールビーチに隣接している。ウォーナンブールのビーチ夏は、レディ湾に面した 3.5km の広く美しい、ウォーナンブールビーチでの海水浴、日光浴、サーフィンが魅力的である。砂浜に沿って、遊歩道が作られている。毎年2月最初の週末に、ビクトリア州南西地域の最大級のお祭り、ワンタフィエスタが開催される。音楽が中心である。毎年6月末から7月初旬、約25,000人が集まる、子供のお祭りファンヨンキッズフェスティバルが開催される。季節を問わないものとして、1886年設立のウォーナンブール美術館がある。中心業務地区の外側に、ウォーナンブール植物園がある。この植物園は、王立植物園の第2代園長だった、ウィリアム・ギルフォイルが設計した。フラグスタッフ・ヒル海事博物館村、フラグスタッフ・ヒル海事博物館村内の、灯台フラグスタッフ・ヒル海事博物館村も、季節を問わない。ウォーナンブールのフラグスタッフ・ヒルにある有料の観光地で、村内を歩きながら19世紀の港町の人々の、生活を見ることができる。1974年に建設が始まり、開村から2009年までに200万人の観光客が訪れた。フラグスタッフヒル海事博物館村は、ビクトリア州遺産に登録されていて、ビクトリア州観光賞を4回受賞した。海事博物館には、難破船からの収集品が展示されていて、その規模は、ビクトリア州最大である。1878年に難破したロックアードから回収したロックアードクジャクは特に有名である。海事博物館村内には1858年にミドルアイランドに建造され、1872年ここに移された灯台がある。ロシア侵攻に対して1877年に設置されたウォーナンブール守備隊の大砲も展示されている。フラグスタッフヒルに1848年建てられた旗竿もある。ローガンズビーチのホエールウォッチングウォーナンブールの東側にあるローガンズビーチはクジラの一種、ヒゲクジラアモクの南セミクジラインオーストラリアの繁殖地である。毎年5月下旬から8月に2から3頭のメスクジラが来て出産し、子クジラを育て9月中下旬に去る。この間、ローガンズビーチでクジラを観察できる。ホエールウォッチングボートツアーもある。オットセイの一種、オーストラリアンファーシール、小型ペンギン、マイルカもウォーナンブールの海岸にやってくる。冬から初春にかけて見学ツアーもある。ウォーナンブールの浜辺近くにわずか2ヘクタールの小さな島、ミドル島がある。全島が鳥獣保護区である。小型ペンギンやハシボソミズナギドリの繁殖コロニーがあり、人間は立ち入り禁止である。ミドル島は沿岸のすぐ近くにあるため、干潮時には赤キツネが浅瀬を渡り、小型ペンギンを襲う。その結果、ミドル島の小型ペンギンの生息数は1999年に推定600羽だったのが、2005年に10つがいになってしまった。それで、ヨーロッパで羊を赤キツネから守るために飼われている。マレンマシープドッグでペンギンを守ろうと2006年ミドル島にマレンマシープドッグを導入した。マレンマシープドッグで鳥を保護する試みは世界で最初である。その結果2010年には小型ペンギンの生息数は140羽までに回復した。主要産業は農業と農業関連の産業、特に酪農と乳製品加工である。他の産業は、小売、教育、健康、食肉加工、衣服、建設、観光である。人口 33,374 人のうち、課税対象者は 14,935 人で、その平均年収は 43,885 ドルである。建築物は2009年に個人用家屋が187戸建築された。町全体の建築物資産は、居住用建物が5880万豪ドル、非居住用建物が4620万豪ドルである。登録車両は1000人あたり775台で、内訳は乗用車578台、キャンプ用、バン3台、小型商業車129台、トラック28台、バス5台、オートバイ32台である。全車両の年数は5年以下の新車が6023台、5年以上10年未満が7029台、10年以上が 12,822 台である。自宅でインターネットを利用できる人の割合は 53.5% である。農業では、農地は8315ヘクタール、穀物が111ヘクタール、野菜畑が 4.7 ヘクタール、果樹園は0ヘクタール。羊が578頭、乳牛が7287頭、肉牛が5835頭、豚が0頭である。農業経済は、穀物、野菜で140万豪ドル、食肉、酪農で320豪ドル、乳製品加工で930豪ドルである。オーストラリアの生乳生産の3分の2は、ビクトリア州が担う。乳製品加工では、1888年創業で120年以上の伝統がある、ウォーナンブールチーズ&バター社が有名で、2008年、東京に子会社、WCB ジャパン社を設立した。ウォーナンブールは海洋性気候である。メルボルンと比べると夏は少し涼しく、冬は少し暖かい。雨はビクトリア州の平均よりは多い。町の人口は 29,284 人だが、地方公共団体としてのウォーナンブール市の人口は 32,029 人である。11,260 世帯がある。人口に占める65歳以上の人は 14.6%、75歳以上は 7.4%、85歳以上は 2.1% と、高齢者の占める比率が少ない。失業者は723人で、失業率は 4.3% と低い。15歳以下の子供を持つ、両親家族は2852世帯に対し、片親家族は945世帯と、片親家族が多い。ウォーナンブール住民の 6.1% は、オーストラリア以外で生まれている、東のテラングの間にある。風光明媚で観光客が好む、グレートオーシャンロードは、ウォーナンブールの東 13km のアランスフォード、近くが終点である。また、ホプキンスハイウェイ南西側の終点でもある。ビクトリア州都のメルボルンからは 263km 南西に、あり、プリンセスハイウェイでは約3時間15分、グレートオーシャンロードでは約5時間半の距離にある。鉄道は V ラインがメルボルンからジーロングを経由し、街中のウォーナンブール駅と街の東側のシャーウッドパーク駅に路線を運営している。運行は毎日でメルボルンから片道約3時間である。貨物の鉄道輸送はパシフィックナショナル社が毎日運行し、市内はウェストビッチ社が担当している。市内バスはトランジットサウスウエスト社がウォーナンブール市内を運行し、郊外のポートフェアリーやカーイトまで運行している。V ラインでポートランド、マウントガンビア、バララット、ハミルトンまで行くことができる。ウォーナンブールは2つの大きな病院がある。公立病院のサウスウエストヘルスケアとオーストラリアで3番目に大きな私立病院チェーンで、ウォーナンブールに1939年開業し80床のストリートジョン・オブ・ゴッドヘルスケアがある。ありがとうございます。